どうも、伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日はね、筋肉マン回すシャッターいきましょう。回すシャッターパチッと。はい、本日でございますけど、今回ね、こちら星5星をサービスガチャでございます。これね、まあ、Kポイントでね、回せますけれどもね、まあ、2月、ちょっとリニューアルされたということでございますから、今回一体どんな超人が出るかね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、今回ない超人がぜひともゲットしたいところでございますけど、はい、今回ね、こちら、星5の解決 100% でございます。で、今回やっぱりね、目玉としましてはやっぱり、悪魔将軍とかな。だろうな。で、やっぱりこの、パーフェクトな悪魔の悪魔、新しいね、悪魔将軍なんかもぜひともゲットしたいところでございます。で、この辺の、テリーマンとかネメシスとかね、この辺も多分新しく追加になったのかなと思いますけれども、私、まだこう見ていくとさ、まあ、ないのが、まあ欲しいのはね、このまたこの緑のこの悪魔将軍も欲しいし、このザ・ドゥーブマン、これも欲しいな。で、この子供足のね、これもない。で、サイボーグも確かなかったかな。このブロッケンジュニアも確かなかった。で、このフェニックスも欲しいところでございますね。で、やっぱりフィオナだよな。フィオナちょっとないから、フィオナも欲しい。今回ない調子にちょっと引いていきましょう。早速じゃあね、ガチャの方行ってみたいと思います。でねー、本日もやってまいりました。こちら、銀のマスクと銀のマスクでございます。銀のマスク様、銀のマスク様、どうか今回はタケチンにフィオナ、それから持ってない超人、また悪魔将軍なんかでもいいです。本当に本当によろしくお願いします。マジで欲しいところでございます。フィオナは本当に欲しいところでございますから、本当に本当によろしくお願いします。行ってみよう。マジで頼むぞ。マント確定とか出るかちょっとわかんないけど、マジで頼む。行ってみよう。頼むぞー、ガチャルー、来い。ね、今回は皆さん安心してください。すべて、金でございますからね。今回真ん中狙って行ってみたいと思います。行ってみよう。頼むぞー、ピオナ、悪魔将軍、それから持ってない超人、来い。マジで頼む、マジで来てくれ。なんだったー、中身はこちら。あ、ネメシスか。これあるな、俺あるね。まあでもこれアビリティ電流ロープ、このロープか。まあまあまあいいでしょう。はい、私ね、今いつもながらですね、あのカジマのクソ力から、封印されております。本気の力を出しておりませんでしたね。今回はこのカジマのクソ力の封印を解き放っていってみたいと思います。いってみよう。今回もダブル筋肉までいってみましょう。マジでフィオナ、それから悪魔将軍、それから持ってない写真、マジで行ってみよう。頼むぞ。ガジマのクソ力、来い。頼むぞー、ガチャルー、来い。ね、まあみんな金だからそんなにね、ね。よし、今回はね、まあ真ん中だよな。でも右も良かったんだよね。よし、じゃあ今回でもね、真ん中を狙って行ってみたいと思います。行ってみよう。フィオナ、悪魔将軍、持ってない超人、頼む、マジで来てくれ。これとりあえず持ってない超人が欲しい、マジで。中身はこちら。あ、父越マンマンタ持ってなかった、欲しかった。よし、ということで今回は万太郎でございました。はい、今回ゲットした超人見ていきましょう。今回はまずこちらでございますね。こちらのネメシスでございます。これはアビリティ電流ロープ、それから炎ロープ耐性でございます。これは私持っておりましたけどね、かなりあの猛暑の時ね、かなり助けられた超人でございました。それからこちらでございます。持ってませんでした。これ父を超えられるか、筋肉万太郎でございます。これはアビリティ電流ロープブースト2、それから一元穴、向こう、それから、このキラータグでございますけど、これやっぱね、欲しかったんだよ。で、なくて結構フレンドの2はね、いたんだけど、結構ね、欲しかった超人でございました。まあ今回新しい超人がゲットできたんで、良かったかなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、伊達ちんチャンネル、またあそこにね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。